ンドルが灯っています。足元を暗くなっておりますので、移動の方はお気をつけてご登場ください。だから1面だけなんだ。パパが出す。まだ大きい。いや、出かけてるじゃないか、来たから。もう一度来たんや。え？堺ガールズデイ&キャンドルナイト in 本郷台2015秋午後7時までの開催です。ステージの後ろの方にもキャンドルが灯されています。こちらは山百合保育園の園児たちが描いてくれたコップの中にキャンドルが灯されています。子どもたちもたくさんいますね。さあ、キャンドルご覧いただいている方にちょっとインタビューしてみましょう。こんばんは。一言よろしいですか。キャンドルナイトはいつも参加されてるんですか。そうですね、娘が山孫が山百合保育園にいるので、そのクラスの子たちの学校です。そうなんですね。この紙コップにたくさんね、あのクレヨンだったりペンで描かれてる絵が可愛らしいですね。楽しみにしてます。じゃあお孫さんは、あ、いらっしゃった、いたちょっと聞いてみようかな。喋、うん、れない喋れない。こんばんは。こんばんは。キャンドル見てどうですか。楽しいです。楽しい。じゃあ女の子にも聞いてみようかな。キャンドル見てどうですか。楽しい。どう、綺麗。綺麗、ありがとうございます。可愛らしいコメントいただきました。突然失礼いたしました。さあ、ステージの後ろ側には山百合保育園の、キリン組のお友達のキャンドルがたくさん飾られていますので、こちらにもお越しください。この後イベントは午後7時までの開催です。ごゆっくりとお楽しみください。さて、ステージイベントは午後6時20分頃から開催をしてまいりますので、もう少しお待ちください。さて、キャンドルナイトも同時開催となっております。堺ガールズデイ&キャンドルナイト本郷台2015秋でございます。このステージの奥の方、本郷台駅近くでは、駅前ではキャンドルナイト、たくさんのキャンドルが灯されていますので、こちらもお立ち寄りいただきまして、ごゆっくりとお楽しみください。立ってるね。綺麗だね。まさしみたい。
ロータリーの向こう側というか、まあ、改札があって、ね、人が3人になって、交番があって、まあ、ロータリーの向こう側の人がちょっと前に向いてね、そうかなり狭い。It's so much more.